はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズの第8弾をお送りします。でね、今回この5問やりますので、まず1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ちょっと絶賛風邪っぴきで、あのね、喉の調子がおかしいんですけど、聞き苦しかったら申し訳ない。では、いつも通りね、まず画面下げちゃいます。ちょっとお待ちください。いくよ。よいしょ。は、行き過ぎたね。よし、じゃあ行きましょう。で、問題文はツイッターにも貼っておきますので、まあ、使うようだったらね、使うようだったら、そっちも使ってみてください。で、まず、今回めんどくさい。まあ、5番はね、結構めんどくさいんですけど、まあ、まず1番はサクッといっちゃいましょう。振動数ですね。の単位を表す記号が、この大文字の H に小文字の Z。で、これの読み方。まあ、これはね、一応受験の本当に過去問で出てた問題なんですけど、ヘルツと言います。読み方、ヘルツですね。で、まあ、音の単元なので、まあ、ヘルツをね、覚えてもらうのもそうなんですが、ちょっと音が苦手だなっていう方なんかは、この辺を中1の42。多分2、3本しかないと思うんですけど、ぜひね、復習がてら見てみてください。で、次ですね。まあ、2番もちょっとめんどくさ、苦手な方が多いかなというところです。で、ここは、ま、中3で習う内容なんですけど、動滑車っていうのは、ま、滑車ね、こう、なんだろう。糸だね。糸を巻きつけて、まあ、それが動く。まあ、滑らかに糸をね、こういう風になってたら、こうやって引っ張ればガラガラガラっていう風に動くやつなんですけど、それが、定滑車っていうのは固定されてるやつ。まあ、定まってるからね。で、動滑車は固定されてないんですよ。で、この動滑車と定滑車を2つ使った問題でございます。で、内容としては、この物体 A が、こいつが 250g だと。ちょっと書きましょうか。こいつが 250g。で、その時に、今ちょっと切っちゃいましたけど、こうなって、こっちの定滑車繋がって、ここに重りをつけたい。その時に、釣り合う。つまり、ちょうどよくね、こいつが止まる。空中でね、釣り合ってる状態にするためには、ここを何グラムにすればいいですかっていう問題になります。で、サクッとね、できる方はもうさっさと答え言っちゃいよって思うかもしれないんですけど、一応、動滑車と定滑車について簡単に復習させてください。で、問題はこいつです。動滑車のがめんどくさい。めんどくさいっていうか、ちょっとひねられるんだよね。で、まず、動滑車の、まずポイントとしては、今ちょっとこっち、忘れてね。動滑車、もし、みんなが、このね、糸がこうなって 250g がくっついてますと。で、みんなが手で、手とか無理。かけません。手で、こうやって引っ張った時に、ちょうどよく、こうやって持ち上げるためには、例えばどのぐらいの力でみたいな、言われた時に、これって、この250g の、力は半分で良くなります。半分で良くなる。その代わり、今回の場合は釣り合うだから若干ちょっと話が変わっちゃいますけど、力は半分で済むんですが、例えばさ、1メートル引っ張る時のみたいな話が出てきた場合、引っ張る距離が2倍になります。その分。これが動滑車の特徴です。で、なんで力が半分かっていうと、これはまあイメージでいいんですけど、例えばみんなも学校でさ、じゃあ重たい荷物を持たされると、もう女の子なんかこれ一人じゃ無理ですみたいな状態になった時に、じゃあ10キロにしようか。10キロ、なかなか重たいよね。で、もちろん一人で持ち上げたらさ、一人でこうやって持ち上げれば10キロの力が必要ですよね。でももし、二人ね、じゃあなんかわからんけど、こういう入れ物があって、A 君と、B さん。で、持ち上げた時に、二人で持ち上げてるから、当然、まあ、ざっくり言えば、5-5。力で言うとね、5-5に分けることができます。つまり、二人で引っ張るから、一人分の力は半分で済むよっていう。っていう同じイメージです。いや、左側引っ張ってないじゃんって思うかもしれないんですけど、これ動画してここが固定されてるので、この、まあ、天井というか、こいつが支えてくれてるイメージ。だから、その分、右側の力は自分は半分でいいよ。二人で持ってるんだよってイメージで思っといてください。ごめんなさい、全部イメージの話にしてしまってますけど。
ただしその代わり距離は2倍になります。まあ、今回の問題は関係ないですけどね。っていうのが動滑車です。で、低滑車に関してはちょっとこれこの図を使って違う話をしてしまって申し訳ないんですけど、もしね、この動滑車関係ないし、忘れてね今、この低滑車だけの時に、じゃこいつがさっきの、ね、10キロだとします。で、みんながこっからね、この糸をこうやって引っ張るの、よっしゃって、こいつを持ち上げるために、その時、低滑車だったらこれ10キロの力が必要です。半分とかならないの、そのまんまです。まあ、これは二人で支えてるとかないからね、結局この一本を自分で引っ張るしかないんで、力は変わらないと。じゃあなんで今こんなことを話してきたかっていうと、この動滑車力半分っていう方をちょっと覚えておいてね。ごめんね、咳込んでしまって申し訳ない、うん、よいしょ。今ここまで繋がってるんですよ、切っちゃいましたけど。で、さっきも言ったように、こいつを釣り合わせるにはこれの半分の力が必要です。まあ、力本当はニュートンで書きたいとこなんですけど、今半分なんで125と書かせてください。こっちだけで考えたとき125です。で、低滑車は結局ここの力とここの力は同じなんで、今125で引っ張ってほしいの、こいつを釣り合わせるためにね。だから当然ここも125で引っ張ってほしいんですよ。あ、ごめん、こっちだ、逆だったね、矢印。こうやって引っ張ってほしい。今繋がってるからね、元々の図が。じゃあこことここは低滑車、さっきも言ったように同じです、力としては。じゃあ釣り合うのどうするって言ったら、こいつは125にするしかないよね。だから結局答えは 125g だ。最初に言った半分にすればいいんでしょって、分かる子はそれで済む話なんですけど、なんでそうなるかっていうと、動滑車は力が半分で、低滑車同じなんで、そうだから結局こいつ釣り合わせるためには重りは 125g が必要ですよという話でございました。で、ここはね、結構やっぱ苦手な方が多かったりとか、これね、受験で結構狙われたりするとこなので、復習のやつね、ぜひ、今回最後のね、動画のリンクも貼っておこうと思うんですけど、このあたりが、動画になりますので、よかったら見てみてください。よし、じゃあ3番、もうサクッといきましょう、これはね。レンズの話です。顕微鏡を見るときに、接眼レンズって言って、こう目、この、いい、こう覗くやつね。ここが接眼レンズね。で、もう一個、対物レンズっていうのは、こう、プレパラートに乗せてさ、ここ、上のレンズ、こうやって近づけたりするじゃん。これ、対物レンズって言うんですけど、その二つのレンズ、接眼レンズが、15倍だと。今ね、問題書いてあるのが。で、対物レンズが40倍使いましたと。じゃあ結局こいつの顕微鏡倍率いくつだったんですかって言われたら、もう単純にかけてください。っていうことで、600倍、以上でございます。いいね、このね、サクッといっていける感じで。顕微鏡はですね、この倍率とかはね、まあ覚えてくればすぐできると思うんですけど、結構使い方をね、受験とかでも聞かれることがあるので、まあちょっと顕微鏡の使い方不安だななんていう方は、本当ね、あれ中1の3だね、最初の方の動画ですけど、かなり古いですけどねこの辺を見てみてください。では次です。ABCD は図は書かなかったんですが、まあ、もうこの図見てね、最初のやつ見比べると1個しかないんで、答え先書いちゃおうか。これ答え D です。プレートの話ね。まあ、日本の周りプレートがあるんですが、あとなんとかプレートっていう名前もあるんでね、まあ、それはリンクじゃねえや、最後に紹介する動画のとこで見てもらえたらと思うんですけど、その大陸側のプレートと海洋側、まあ、海の方ね、の側のプレートの二つあって、もう関係としてはこの位置関係です。海洋がこうなって大陸が土地に引っかかってる感じ。で、海洋の方がこうやって下にこう、まあ、引きずり込むというかね、こういう風に流れができてると。そうすると、海洋がこういう風に流れてるんで、大陸がね、引っ張られるんだよね、だんだん。スタート間違った。こういう感じ。だんだんね、引っ張られていってしまうと、下の方に。で、引っ張られてこう引っかかってるんで、うーって引っ張られて、最後戻っちゃう。ボーンって。で、戻った時に地震が起こる。仕組みとしてはね。まあ、今回はね、その、模式として、模式的に表したものとして適切なものっていう話なので、まあ、位置関係は、こう、海洋がこうなって、大陸がこう引っかかってる、みたいな。風な方を覚えてもらえればと思います。
さあ、駆け足でやってきました。今回のボスでございます。で、ですね、これ先に謝っておくと、自分は今から紹介するのは、俺が解いた解き方で紹介します。で、いつもその過去問やるとき、自分答えはゲットできるんですけど、その解説を手に入れることはできないんですよ。なので、ちゃんとした模範解答じゃない可能性があります。で、今解いてみて、いや、もっとなんかね、シンプルなやり方ある気がするんですけど、まあ、あったらコメント欄ぜひ書いてください。そしたら、お、いいのあったってなったら、固定ツイートにしときますので、ツイートじゃない。固定コメントにしておきますんで、すいません。よろしくお願いします。で、今回はですね、まあ、地震が起きましたと。で、A 地点、B 地点、2つの地点で、P 波、まあ、初期微動ね、と S 波、主要動がそれぞれ観測したのがこれになってると。で、それぞれまあ、P の速さが、6。単位よね。6メートル毎秒と S 波が4ですね。で、ちょっとこう、まあ、問題とはちょっと関係ないとこなんですけど、最初のまあ、なんだ、基礎知識のとことして、P 波と S 波、まあ、2つね、あると。で、地震がドーンって起きますよね。ドーンって起きて、で、P 波の方が速さが速くなってる、必ずね。だから先に到達します。つまり、用意、まあ、用意ドンって、例えば悪いけど地震のこと、用意ドンってなった時に、P 波の方が早いんで先に行くんです、こうやって。で、差が生まれる。で、P 波が先に、まあ、主要動、じゃあこれ、初期微動がぶつかって、ちょっと揺れるんだよね。で、主要動がやってきて、遅れてやってくるから。で、そいつが来たら、本当のボーンっていう大きい地震になってくると。揺れがね、観測されるわけですけど。で、今回、その時に、その、地震が発生した時刻を求めたいんですね。で、今回、動画の最後、リンクにもここは貼っとこうと思うんですけど、震源からの距離が出てれば、これ結構簡単に解けます。サクッと。まあ、それはそっちの動画にあるんでやってみてください。で、今回、それがないんですよ。A 地点まで100キロ離れてます、みたいなのがないのね。じゃあ、どうするかっていうと、自分はこういう時、差で勝負していくっていうのをよくやっていて、どういうことかっていうと、例えば、A 地点ね、ちょっと下に行こっか。どうしようかな。こっちに行こうか。差で勝負する。A 地点は P 波と S 波がね、まあ、到着したのが37秒と48秒なので、ここ11秒差あります。2つのね、P 波と S 波が。で、B 地点はどうかっていうと、27秒と33秒なんで、ここ6秒差なんですよ。で、この地点で、まず位置関係として地震が起こりましたって。B 地点の方が近いからね、場所が。で、A 地点がその先にある感じ。なんでかっていうと、近ければ近いほど差が小さいはずだから。さっきの例えで言うと、ごめんね、用意ドンばっかで。用意ドンをした時に、遠ければと、だんだんこう差が離れていくわけだよ。速さが速いから。近ければこの差で済むんだけど、遠ければ遠いほどどんどん差が生まれる。その秒数のね。だからこの図から、表から B の方が近いっていうことがわかります。で、自分はですね、結局、その今差が6秒とか11秒っていう話をしましたけど、最初の地震が起こった時っていうのは、ここ、差が0秒のはずなんですよ。当然、同時に用意ドンしてるわけなんで。じゃあ、差が0秒の時の時間求めようぜっていう発想でいきます。俺だったらね。で、まず、この AB のここの距離は、ごめんね、求められるので求めます。で、どっちを使っても構わないんですけど、まあ、小学校の時にある見端ということは木端で書いちゃいますけど、ここの距離を求めたければ、速さかける時間で求められると。で、こっちを使うんだったら、速さは6。時間は AB10 秒離れてるんで、6×10 でここ60キロってすぐ出せます。これはこっちでも OK です。速さが4で、時間が15秒離れてるんで、4×15 で同じく60キロが出てくる。これは AB の距離ね。AB の離れてる距離。で、何をやりたいかっていうと、今、60キロ離れてますと。で、A と B が11秒と6秒なので、A と B の間の差は5秒なんですよね。ここ6秒差で、ここ11秒差だから、この間で5秒の差が生まれたの。で、差っていうのは比例関係になるから、この60キロと5秒っていう部分から、両方5で割ればね、12キロで1秒って、まあ、両方5で割ったんだよ。まあ、日の話ね。12キロで1秒っていうのが分かります。
12キロで1秒ずれるんだ。まあ、1秒で12キロずれるっていう発想でもどっちでもいいんですけど。で、何がやりたいかっていうと、ここね、B 地点って6秒差があったんですよ。じゃあ、0秒に戻すって考えたときに、ちょっと色変えようか。ここ6秒だから、1秒で12キロでしょ？じゃあ6秒離れてるって何キロかって言ったら 12×6 でいいじゃん。1秒12キロだから、6秒でね。ってことで、B 地点は72キロ離れてることがわかります。ここでね、72キロ離れてんじゃんって。で、今、求めたいのが、じゃあ B 地点離れてる距離はいくつですかって言われたら72キロって答えればいい。例えば A 地点いくつですかって言ったら72と60足して132キロでもいいわけ。でも求めたいのは、地震が起こった、発生した時刻を聞かれてるんで、じゃあ、こっから72キロでしたと。まあ、どっち使っても構わないんですけど、例えば P 波って速さ6でしょ。で、まあ、時間求めるときは、距離割る速さなので、72、これ距離ね。割る速さ6。ってすると、12秒って出ます。いい、だから12と1いっぱい使ってるんで、ちょっとごちゃごちゃしちゃうんですけど、12秒。つまり、B 地点から、B 地点まで来るのに12秒かかりましたって言ってるから、B 地点から12秒戻してあげればいい。間違っちゃいけないのは、今速さ6で計算してるんで、こっちしか使えないからね。で、こっちの B 地点の話をしてるから、ここを使ってください。そっから12秒戻す。つまり、これあれだよね。右下は入る。答え先書いちゃおうか。7時22分、12秒だから、15秒と。ギリギリかな？うん、これが答えになります。で、最後の部分を、例えば S 波の方で使ってももちろん求められて、72キロは固定でしょ？で、速さが4だから、ちょっとここでいいかい？72割る4すると、これ18秒になります。今 S はこっちね、B 地点から考えてるから、こっから18秒戻せばいいので、同じく22分15秒になると。まあ、どっちでも構わないんですけど、まあ、こんな感じになりましたと。ちょっと右切れたか。ここが K だね。ちょっと秒消しとこうか。っていう感じです。ただこれに関してはさっきも言ったように、いや、もっとサクッと解ける気がする。で、どっかの都道府県の過去問なんですけど、これ。結構最初の方に出てた問題なので、いや、こんなややこしいかとは思ってるんですが、すいません。自分の力があんま及ばなくて、これしか思いつかなかったんでね、今回これで解かせてもらったんですが、もし、もっといい解法があれば、コメント欄の方によろしくお願いいたします。で、ここの復習をされたい方はですね、ここ書き忘れたね。ちょっと待って、これ下、あ、いけるか。は、中1の52。が、なんだ、さっき言ったね、もうちょっと簡単な問題がそこに載ってますので、ぜひそっちも見てみてください。で、上が、まあ、近いんですけどね、中1の54でございます。1がない。はい、といった感じで、ございます。はい。ではね、今回ちょっとね、1年生の内容に、多めにしてみたんですが、また次回ね、シュシリーズ撮っていきますので、もしよかったら次回の方もぜひね、見てみてください。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。